虫ってなんだよお前。本当お前岡村さんのことお前リスペクトしろこの野郎。車谷くん見てますか。あ車が遅かったのは。もう急いだから帰るから。ですって感じですね。今日も激に動画撮っていこうと思うんですけども、例によって5月岡村健一郎でございます。よし、撮る岡村さんです。なんか随分まあ俺の悪口で昨日盛り上がってたみたいな。悪口は言ってないと思うな。もう悪口だろお前。悪口じゃないじゃないですか。なんだお前。なんとか虫、何虫、ガン虫、ガン虫ガン虫ってなんだよお前。ガン虫ってよお前。俺がお客さんと話しててそこを通りかかりながらちょろっとちっちゃい子で言ったところで聞こえません。ゴールデンウィーク前に言って無理とか言う。そんなこと言ってねえよバカ野郎お前。10年前の車谷に言ってくださいよ。なる、俺がお前どんだけ悪い人間かってお前言ってるようなもんじゃないかバカ野郎。いやコメント欄だって確かにこの人は感情の重くまま動いてるような感じで僕が嫌いですとかって書いてあったじゃないかバカ野郎。30分の1 29がポジティブ。バカ野郎ってめ感情のまま生きちゃいけねえのかこの野郎。そっちで怒るのバカ野郎。人間はお前機械じゃねえんだよバカ野郎。感情のまま生きてんだよバカ野郎。好き嫌いあって悪いかこの野郎。ヤシオチャンネルになってる。ヤシオチャンネルになってる。なんだよ。いや別にいいんですけども、最近オープニングとか自由だから。いいだろうバカ野郎お前。車谷もう少し俺のこと褒めろお前。あいつについてる車庫帳だってお前カーボンウィングだったら俺のなんだぞバカ野郎。てめえ金なんかほとんど払ってねえじゃねえかこの野郎。そういうとこちゃんと言えバカ野郎。おめえだってそうだろバカ野郎。おめえから金なんか1円も取ったことないじゃねえかバカ野郎。そうですね。どんだけお前車ライフ楽しくお前生きていけると思ってんだバカ野郎。もっとお前岡村さんのことお前リスペクトしろこの野郎。多分今日ねここで動画1本作れちゃうよ。いい人ってのは俺がもしだぞ、はい、これ以上もっと優しくそうだねとかって言ってたらお前いっぱい来すぎちゃうんだよ。だからふるいに落とすために、はい、仮の姿でこの野郎とか言ってんだよバカ野郎。本当はこんな性格じゃねえんだよ。エンタメですからね。そうだよ。来すぎちゃったらお前仕事できねえだろ。今だってできねえんだからよお前。人間手2つしかねえんだよ。でもあの勢いがつきすぎてすみません、あの1メーターぐらい前に出てきた。車谷なんであんな人気あるの。いやー人気もんですね。岡ちゃんとかお前ヤマトよりも車谷の方が人気あるんじゃないのかお前。可能性はどうしたんだあいつよ最近。好感度満点ってお前ガレージ R までなんかお前好感度がついちゃったのか。そうかもしれないですね。ガレージ R なんかただのインチキ中古車じゃねえかバカ野郎。インチキじゃないでしょよバカ野郎。お前ヤシオファクトリーがどんだけお前ガレージ R にお前貢献してるか分かってねえじゃねえバカ野郎。車谷くん見てますか。今日いないですからね珍しくね。やろバカ野郎って。車谷くんはねゴールデンウィーク休みを取っちゃったので今月はもうお休みがないということで今日はいないんですよ。来週 SR ミーティングなんだからお前稼よお前。稼よ。自由すぎるな。何動画なんだろうこれ。言ってただろ天下統一の配線が切れてたの。はいはいはい。あれ実はだよ。あー言っちゃった。ピロピロピロ。適当な仕事やったから俺が直してあげたんだよ。別に配線ちょこちょこって直してくれてお前3000とか4000しかもらえないだろお前。それでお前2万も3万も4万も5万取ったら泥棒だろお前。まあまあ、俺がやってることが別に普通なんだよもう。別に大したことやってるわけじゃねえんだよお前。あ、車が遅かったのは。ピロ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 。やろ。超一流チューニングショップとかって。バカ野郎。一流じゃねえだろ。やめろ。コメントを全部読んでなしっかり。バカ野郎。ヤシオファクトリーと肩なんか並べてねえよあんなみたいな会社この野郎。やめてくれ。カットが大変になる。これでも読者のモヤモヤも消えただろ。そうですね、疑問点は全部吹き飛びましたね。そうだろ。はい。で俺が傍若無人じゃないってことも分かっただろ。まあそうですね、今結構な勢いでいきましたけどね。もう言いたいこと言ったからもうすっきりしたから帰るから。10時前もうサムネもドリフトじゃないかもしれない。俺の悪口言ってんじゃねえって岡村さんのアップかもしれないサムネ。その方が伸びるかも。サムネこういうのがいい。あ、そうっすね。あの今じゃあちょっとそれでこの辺で写っていただいて。それ切り取って使います。というわけで岡塾ですね、朝一番でヤマト乗っていいよということでいただいたのでぜひ乗らせてもらおうと思います。元気にやーっていこう。これ影薄くねえか今日。
わけで本日もこちらの Z で練習させていただきます。よろしくお願いします。今日はこの間よりもちょっとタイヤがグリップが弱いタイヤなんで、はいはい、お前に合わせてやりやすいよ。ありがとうございます。10本練習した後に3本走らせて2本成功しなかったら、はい、罰金20万罰金があるんですね、岡塾って。交通違反したって罰金でしょ。そうですね。窃盗やったって罰金でしょ。そうですね。罰金プラス懲役でしょ。ちゃんとそういうのあるんだよ。あ、ドリフトもあるんですね。当たり前だろ。じゃあみんなその罰金と戦いながら走ってる。当たり前だろ。走らなかった。案外甘いよ、お前というわけで10本の練習走行が許されました。1ヶ月ぶりのドリフトですが、ちゃんとできるかな。しかし暑いな今日。31度だって。行ってきました。10本。走ったの？走りましたよ。え、全然映ってなかったよ。いやいやいや、映ってた映ってた。え、じゃあ次3本？もう3本のタイミングになっちゃいます。じゃあもう俺それは見てるよちゃんと。もう誰にも始まってないから今から。試験の時だけは見てる。というわけで3回中2本決めてこい試験が始まりました。ものすごく暑いんですけど、ちょっと行ってこようと思います。1本目。
結構クリアしてるわね。できたじゃーん。自慢しに行っちゃおうぜ。お疲れ様です。お疲れ様です。3本中2本だな、はい、え1本目あんだだしバカ野郎ちゃんと見てんだぞ俺いつも見てないのにしっかり見てたできたっつっても95点だぞお前なんでこうフロントタイヤをフラ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 させるかな。遅刻なサイドで侵入してんの。何で侵入してんの。サイドです。サイド引いてるか引いてねえか分かんねえうちにもうアクセルが入ってんじゃねえかよ。そんなにいいですか。サイド使ってる意味がないじゃん。いいか、はい、サイドを引いて、はい、瞬間に、うん、アクセルが消えなきゃいけないんだよ。あ、もう完全に音がお前ブーってお前サイド引いてないじゃん。ほらみんなだってブーって止まるぞ。音が一瞬消えるとこあるでしょ。そうですね。それが消えてないってことはここから先、はい、必ずそこで壁ができちゃうからちゃんと基本動作ができてない。しっかりクラッチ切ってサイド引いてその間アクセルがお振られていって向きが変わりました。角度つきました。そうアクセル。そうだ。理屈分かってるのになんでできないんだバカ野郎いや今言われたから整理したんです。やってる間はなんかあの今日できてると思って僕ルンルンだったんで。あんなんできてるショック。じゃあちょっと頑張ってみます。というわけでですね、本日レイアウトが午後になったら変わりました。逆走になったんですね。ちょっと形を見てこようと思います。普段だったらこっちから出てくるんですけど逆走ですね。この通りまっすぐ行って急ぐでバーンって僕だったら行ってブーンひわーってここで振っていくわけですね。でここで切り込んでいきます。こういう感じで入ってってこのまま振ってった後反対側に振り返しですね。パイロンが A ピラーで見えないですね。ズバーンとこう入ってって左側に振るわけです。普段だったら入ってくるところがあっちなんですけどこうやって出てくるってことですね。というレイアウトで午後はやるそうです。午前中やっと形になったと思ったのに。行ってみよう。もっと角度つけんだよ思いっきり。ってことはもっとこうバッてつくんだよ。待ってるってことですか。了解です。このソロやろあと5分でほんま5秒待てこの野郎。このソロもうちょっと待ちですね。やろこの火星方形のソロやろ。あの手前のは悪口、手前のだけは悪口。あとほんま5秒待ってからたたいたのがアクセル踏むんだよ。わかりました。あたらThank you.
途端にちぐはぐなんですけど。だからできてないんだよ。わかる？はい。ろくでもねえのに、できたできたとかって言う。そういうのぬか喜びって言うんだよ。わかるか？昔の人はいいこと言うだろ？ぬか喜び。はい。悔しい。先生が神業を教えてるから、ぶどうの実を食べてたらな。はい。ちょっと僕もクールダウンします。というわけで、カメラさんの横乗りでお勉強です。午前中みたいな感じでできるように。今の怪奇現象、そうですね、閉まった、勝手に閉まりましたね、今ね、勝手に閉まった、今霊がついてる、福田いるんですかね。早くやれば帰ろう。戻ってしまった。なんかでもちょっとなんとなく怖かったよね。結果じゃない。絶対褒めてもらいたい。褒めてもらいたい。態度ちゃんと長く入れできんだろ、バカ野郎。痛い、できた。この野郎。久々に縛られたよ。やろう。始まっちまいました。岡村雄貴教官がイチゴ、練習です。1時間となりました。岡村さんから行ってこいということで、言われたのでちょっと走らせていただこうと思います。あの振り出しはさっきできたので、振り返しをバチッと決めたいですね。行ってみましょう。
くぞ、おやろう、おやろう。逆回りしてよ、よく分かっただろ。今までいかにだあのごまかしたってたかっていうのが分かっただろ。はい、お前はできたと思ってたけど、はい、俺ができないって言ってたのは意地悪で言ってたわけじゃないのが分かっただろ。分かりました。分かっただろ。ちゃんとできませんでした。そういうことなんだよ、ドリフトっていうのは。基本に忠実なの。教えたことを教えた通り段階を踏んで登っていかないと、はい、どっか登った先で絶対歪みが来るんだよ。なるほど。ごまかしがどんどん増えてって最後もう何の修正も効かなくなるわけですね。そうすると車旅みたいにできなくなっちゃう。聞こえてますか。基本通りの動作を階段をこうやって積み上げていった場合は、はい、例え1年休もうが2年休もうがまた元にできるんだよ。なるほど。でもお前は1個ずつ登っていってやんなきゃいけないことをめんどくせえからって3個飛びでやってんだよ。なるほど。ごまかしちゃってるわけだよ、はい、形にはなってんだけれども俺が言ったように再度2秒間引けって言うとできないだろ。できないです。そういうことなんだよ。わかる？基礎がなってないと。そういうことなんだよ。サイドブレーキを絶対にマスターしろ。はい、そうじゃないとその後にどん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 またおかしくなっていっちゃうから。いや、なんか思い返せばですけど初めておかしく来た時に一番最初にやったのってサイドでしたよね。そうだろ。サイド引いてスピンさせようっていう。そうだろ、はい、サイドがいかに重要かっていうのは俺たちがみんな分かってっから。サイドもう本当はお前去年でお前卒業してるんだから。そうですね。なのにお前出来損ないだからお前 まだお前付き合ってやってんじゃん。ありがとうございます本当に。ということでこんなに素晴らしい先生を持ってるんだから、はい、ちゃんとドリフトして、はい、どっか違うとこ行っても、はい、ドリフトショップ行ってもあちょっと車貸してくださいちょっとドリフトさせてくださいっていう華麗なるドリフトを見せてやれよな。頑張ります。できるようになります。というわけで5月のおかじゅくでございましたが引き続きおかじゅくの動画で頑張って練習していこうと思います。はい、改めて本日も岡村さんありがとうございました。はい、この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。野獣ファクトリーの詳細も概要欄に載ってますのでぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。冒頭のトークだけで盛り上がってもう見てないんじゃないかな。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、OK です。